みなぎ俊介のエンジョイカートアカデミー。じゃあ早速乗ってみましょうか。よっしゃー。現役バリバリカートレーサー OK ドライバーの三奈木俊介さんが なんとシーズン真っ只中にもかかわらず番組内のコーナーに出演しちゃってますよ。そんな三奈木選手からカートの楽しさを教えてもらおう。ということでまずはカートに乗った3人。きょんちゃんはコースイン後すぐにそのちゃんをオーバーテイク。アグレッシブ、勢いよく駆け抜けていきます。3人とも風を切って爽快に走ってますね。ですがきょんちゃんオーバースピードか。コーナーでコースアウト。その間に後ろの2人は抜いていきました。さてさて踊ったお二人の感想は。で最初2人に抜かれたけど京香ちゃんのアクシデントのおかげでどうにかね京香も抜かしてくれて最初に戻ってくることができました。めっちゃ気持ちよかったです。思わずもうぶっ飛ばして1位ずっと走ってたんですけどいつの間にかコースから外れてまして気づいたらと今回のカートアカデミーはラウンジで3人カートなおしゃべりタイム。みなぎさんはカートで自転車を抜くなんて経験はありますか？いや、ないですね。そりゃそうですよね、はい、違和感ですよね、あそこに自転車があるのって。本当そうですね。そうですよね。でみなぎさんはバリバリのカートレーサーじゃないですか、はい、レンタルカートとかは結構乗った経験とかありますか？あ、実は多分いろんなドライバーあんまないと思うんですけども、僕は実はレンタルカートで知人と遊びに来たりとかしていろいろ乗った経験ありますね。そうなんや、はい、自分の持ってるカートとレンタルカートって全然違いますか？そうですね、やっぱりスピードも全然違いますし操作も全然違うんですけども、はい、でもこれはこれでものすごく楽しいので僕も時々乗ったりしてますね。ちなみにカートとの出会いっていうか始めたきっかけとか始めた年齢っていうのはいつ頃ですか？5歳の時に初めてキッズカートというもっと子供が乗る小さいカートがあるんですけど、それに連れてってもらってそこから始めましたね。5歳から、はい、5歳で乗れるんですかあれ。早い。いや本当そうです、もうこんな早く走れずに本当人が歩くレベルのゆっくり走ってたんですけども、まだ運転がやっぱり好きでそこからずっとハマってましたね。じゃあもう14年も運転してるってことですか？そうです。いやプロや。みなぎさん私たちの走りいかがでしたか？まだ初めてですんでやっぱ慎重に丁寧に乗ってらっしゃいましたけど、これからもっと速くなるともっとカートが楽しくなると思います。なのでこれから速くなるコツを教えたいと思います。コツやったー、楽しみー。カートアカデミーっぽくなってきたねー。みなぎ教官